原卓球の矢渕光陽です。原卓球の試合も今年いっぱいは全ての試合が中止となってしまいました。しかし練習はしっかりできる環境がありますので、1年後パワーアップした姿を皆さんにお見せできるよう精一杯強くなっていきたいと思います。自分が生まれ育った東京でパフォーマンスができること本当に誇りに思っております。ぜひ1年後まで楽しみに待っていただけたらと思いますので、ぜひ今後ともご声援よろしくお願いします。